斉藤隆夫半軍演説は1940年2月2日に帝国議会衆議院本会議において立憲民政党の斉藤隆夫が行った演説。日中戦争に対する根本的な疑問と批判を提起して演説した。この演説により3月7日斉藤は衆議院議員を除名された。この経緯は言論弾圧としても扱われる。なお、 シナジ編処理を中心とした質問演説やシナジ編処理に関する質問演説を一般的に反軍演説と称している。斉藤は祝軍演説で軍部の政治関与を批判するなど国民からの注目を浴びるも警察、軍部から監視され脅迫状などの攻撃も受けた。国家総動員法案に関する質問演説において 国家総動員法の危険性を指摘するも、立憲政友会と立憲民政党の二大政党は、斎藤の主張を無視し、全会一致で成立。その後、過労から転倒して打撲し、脳梗塞の疑いで病床に着く。日中戦争の長期化につれ、病床の斎藤のもとへましに、なぜ、斎藤は沈黙するのかという類の手紙が増加し、 国民の声を議会に届けるべく国家総動員法反対演説から2年ぶりの登壇を決意。1939年11月18日現行の起草に着手、演説の練習を繰り返す。1940年1月14日、安倍信行内閣が総辞職し、16日、ドイツに接近する軍部と異なり、新英米派である与内光正内閣が成立した。 その後招集された第75議会の衆議院本会議での2月2日の議題国務大臣の演説に対する質疑における立憲民政党所属の当時71歳斉藤隆夫による1時間半に及ぶ午後3時からの品事変処理を中心とした質問演説である。久しぶりの斉藤の演説ということで傍聴席は満員であった。議会招集後、 民政党院内主任総務、田原孫一に質問の旨を通告し、総裁、町田忠春は質問に否定的な意向であったが、斉藤はこれを無視。与内総理、閣僚の演説の後、民政党、小川孝太郎の現行朗読演説、立憲声優会中島派統合日の演説の後に、斉藤が演壇に立った。斉藤によれば、演説の要点は、 以下の通りである。演説中小会派よりに、三の矢字が現れたれども、その他は静粛にして時々拍手が起こったと、演説中の議場は静かであったことを記している。そして、しかし、議場には、なんとなく、不安の空気が漂っているように感じられたと、付け加えている。演説当日の具体的様子として、斉藤は、自極同士会や社民党から私の演説は、 政戦の目的を冒涜するものであるという意味の声明を発するようであると記している。演説直後、陸軍大臣の旗俊六は、なかなかうまいことを言うもんだなと感心していたという。また、政府委員として聞いていた、武藤明や鈴木定一も、斉藤ならあれぐらいのことは言うだろうと顔を見合わせて、苦笑していたという。また、衆議院議長で、身内の民政党の小山商事は、 斎藤の演説中に、聖戦の美名云々などのメモを記し、衆議院初期官庁、大木三夫に渡し、職権により、演説全体の3分の2程度、約1万字にも及ぶ、軍部批判にあたる箇所を削除させた。大木は抵抗したものの小山に屈し、私はこの時職をとして戦うべきであったとのち、日記で食いている。 大木は秘密会の議事録を陸軍の焼却要求から守り抜き、日記で斎藤除名の様子を詳細に記述するなど、党問題についての貴重な資料となっている。また、斎藤の演説の全文が新聞各紙の一部地域向けの紙面に掲載されたため、半軍演説が各地に報道されることになった。さらに外伝で配信され、 公選国の中華民国で大きく報道され、アメリカでも報道された。民政党は、翌日3日、早朝、小泉又次郎や田原真子市が斎藤に、離党勧告を出すことで、事態収拾を図り、斎藤は党に影響を及ぼすのであれば、やむを得ないとして、受諾また、総裁、町田忠春の意向を受けていたとされる、同僚議員から、自発的に、 議員辞職をするよう促されたが、断固拒否した。反軍演説の翌日の院内の様子を、斉藤はこのように描写する。声優会中島派、次局同志会、社民党は懲罰賛成に結束し、声優会久原派の多数は反対に見える。民政党は秘密大議士会を開いて討議しているが、大多数は反対に傾き、幹部攻撃に激論沸騰して、 容易に収集すべく、見えない後日、斎藤は、懲罰委員会に出席することとなるが、その委員会では、筆頭私は怒って、質問演説をなすに至りたる経過とその内容の一般を述べ、さらに進んで声優会中島派より提出したる7カ条の懲罰理由を逐一粉砕し、かつ逆襲的反問を投じたるに、提出者は全く壁役して一言これに答えうることあたわず、 その結果、委員会は、全く私の対象に返し、翌日の新聞史上には、裁く者と裁かれる者が全く地位を転倒し、私が外戦将軍の態度を持って引き上げたと記載したほどと、そのありさまを紹介している。そして3月7日の本会議で、除名の可否の投票が行われた。議場には167名と3分の1弱の空席を出した。 民政党は除名賛成に、闘技拘束をかけたが、斎藤と親しかった、岡崎九次郎が除名に反対し、打倒。民政党で唯一の反対票を投じた。残り170名のうち4割強の69名が、欠席、または、棄権をした。声優会は、久原派が71名中27名が棄権、欠席、全会派中最多の5名が反対。 軍部寄りの中島派も97名中16名、混交派は10名中4名が危険、欠席した。軍部寄りの社会大衆党は34名中、賛成であった。病欠の麻生を除き10名が危険、欠席し、自局同士会は30人中5人が危険。無所属議員は10名のうち、反対1名、危険、欠席が7名であった。 投票結果は以下の通り。と、反対者はわずか7名と圧倒的多数の賛成票によって、斎藤は衆議院議員を除名された。この投票結果や経緯は、ただ単に軍部の政治介入による結果だけではなく、政党自体が議会制民主主義を破壊したとする自戒の面があることも、斎藤自身や様々な歴史からも厳しく指摘している。 なお、議長の小山は在職中、スターリンのごとく発言の西尾末広に次いで、二人の除名決議の議事に携わったことになる。除名当日、斉藤は日記にこう書いた。より、一部省略7日いよいよ最後の引きたれり。終日在宅。午後、小暮三四郎氏来宅。院内の事情を報ず。衆議院本会議において、世の除名決定。す。 岡崎九次郎氏離通して反対投票をなす。声優くは派の5名もまた反対投票をなす。出席議員302名とホーゼラルこれより1年2ヶ月間静養、来年の選挙に剣道従来選。その後、民政党は斎藤を見捨てたとして、内外の信用を失い、町田の求心力は落ち、後の回答への流れとなる。 声優会久原派も反対した5名に離党勧告、総裁の久原久之助は除名を強行しなかったものの、結果として回答へと向かう。社会大衆党は、初期長、麻生久氏により、党首の安倍や、片山ら除名に賛成しなかった8名に離党勧告を出し、安倍ら8人は離党を拒否し、除名処分を強行、反対派を追放することにより、 軍部に従順な態度をより鮮明にした。新軍部の聖友会中島派、次局同志会、社体等の主張通り、革新運動が加速し、戦争遂行のための協力体制と称し、体制翼三回への流れへと直結した。斉藤は除名された後、次の監視を読んでいる。我、こと即是万人制、方変清い世評受け身百年制史上。 政者局直事文明なお、反軍演説がなぜ衆議院議員を除名されるという結果まで引き起こしたかについて、斎藤は以下を挙げて説明をしている。衆議院議員除名後には、総選挙の延期などがなされた。そして、1942年の総選挙では、当然、大政翼3回の推薦はなく非推薦で選挙区の兵庫県5区から立候補した。 期間中軍部や浴槽をはじめとする選挙妨害や内務省の選挙文書の差し押さえを受けつつも有権者の多大な支持を得てその結果最高点で2位と7000以上の大差で再当選を果たし見事衆議院議員に返り咲く。再当は再選に関して次のように総括している。今回私の選挙は全国民注目の焦点であったがここに至る 第75議会の私に対する処分は、国民の判決によりて根底より覆され、衆議院の無能と非立憲とを暴露すると同時に、私の政治障害にとりてそれは、長く忘れべからざる、記念党であるなお、投票結果はで、田島の選挙民は、斎藤をトップに押し上げただけでなく、多数が非推薦候補に投票し、全国で非推薦候補の当選は85人にも、かかわらず、 二人選出、もう少しで当選者が定数三人すべて非推薦候補となるところだった。斉藤は半軍演説の練習を鎌倉の海岸で何度も行い、そのためによく声を枯らしていた。これを心配した斉藤の妻乙女は海岸へ練習をしに行く斉藤に手製のキャラメルを持たせた。この回あって斉藤は以後声を枯らすことなく練習に没頭でき、 最終的には演説全文を暗記するまでになった。もちろん当日も原稿を見ることなく演説を果たした。その時歴史が動いたの我が言は万人の声太平洋戦争前や日本を揺るがした国会演説で斉藤の反軍演説に関して取り上げられた。第75回帝国議会衆議院議事的幼下官衆議院事務局 1940年、P343、第75回帝国議会衆議院、議事的要条官衆議院事務局、1940年、ピアニッシモ、68から77、ハット AB 声優会は、クハラ・フサノスケを総裁とするクハラ派と、中島畜兵を総裁とする、新軍議員が多い中島派、少数のどちらにも属さない混高派に分裂していた。 解雇70年国家総動員法案質問演説より、以下の鍵かっこない引用は断りがない限りこのページからのものである。小田久しの要点を言え、要点をなどを指していると考えられる。しかし、音声では、ただとに聖戦の美名に隠れて国民的犠牲を観客し、曰く国際正義、曰く道義外交、曰く共存共栄、曰く世界の平和、 格のごと菊もをつかむような文字を並べ立てて、そうして、潜在一ぐの機会を意し、国家百年の体系を誤るようなことか、ありましたならばの直後の罵声土豪で、斎藤の演説が書き消された様子がわかる。AB 社会大衆党の略称、社体党の誤り、全身政党は、社会民衆党。勝田達夫、重臣たちの昭和史、文春文庫。 P137 現在の衆議院事務総長、大木美紗夫、激動の衆議院秘話、舞台裏の意気承認は語る、記者、戦三郎老戦前戦後、国秘、斎藤隆夫除名投票展望と、大木美紗夫女、激動の衆議院秘話、議員除名反対の七聖票を光るほか、議員の内大田正孝は、展望では、賛成、秘話では、病気欠席と書かれた。 また犬会見は、展望では、欠席、秘話では、危険となっている。西尾末広は、展望では、危険、秘話では、不当院危険と書かれた。他に、斎藤本人は、展望では議会に出席となっているが、日記では、終日在宅と書いてあり、議会には出席していない。町田忠春、小泉又次郎など民政党の賛成者は省略。本記事では、 当院したものの本会議に欠席したものを危険と扱う。選挙区が斎藤と同じである。声優会の若宮は、除名時に私も君と今日を同じくするとし、自らも議員辞職を示唆し、斎藤を激励、斎藤は感激した。支持者から同一選挙区で二人も議員を辞められたら困るとの声が上がり、結局辞職はしなかったが、 翌3選挙で斎藤と同じく筆推戦で立候補するも僅差で落選。西尾の除名の時も反対を表明していた。不当院記者、戦武郎著、戦前戦後では欠席者は32名となっている。正確には無所属、解雇70年議員を除名される。ありがとうございます。